ボイスピーク秋地めぐり2024旧山陽道早春のこの川の渡し場と中津原の古い町並み。夕方近くカメラテストを兼ねて広島県大竹市この地区の中津原へやってきた。この辺りは旧山陽道この川の渡し場の跡があった場所である。江戸時代までは安芸と周防の国境で橋は架けられず船で渡る渡し場があった。目の前の小瀬川は昭和43年までは広島側はこの川、長州側からは小瀬川と呼称された。この川の渡し場跡は今は公園になって保存されているんですね。さあ、河原へ降りてみよう。大竹歴史研究会の解説によると、私陳は文政年間の記録では、武士は無料、人は2文、牛馬は4文ほど徴収されたという、水深70センチほどの徒歩渡り用の浅瀬もあったようだ。これは御陣寺と呼ばれる場所で上級武家や大名などの籠が置かれた籠立て場の跡なんだよ。後には神社の神輿などが置かれたりもしていたため御陣地から御陣寺と変化したと言われる。川岸には100メートルほどの巻御岩の重厚な石垣が保存されている。福島正則が広島藩主時代築いたと言われ福島堤防とも呼ばれている。対岸は岩国領小瀬村で小瀬川の渡し場と呼ばれていた渡し森は秋周防から昼夜交代にて2名一組体制で出し費用は両藩で負担していた。中津原地区の細い路地に入ると通りには今でも古い景観が残る。旧津屋の本陣門、江戸時代大名の休息や川の増水時など川が渡れぬ場合に宿泊などに利用された本陣であった。昔は川船による水運で山間部や沿岸部間の物資中継や集積地として商業も盛んとなっていきました。また味噌醤油の醸造酒造業も行われ盛んな水運で各地へと運ばれたようである。他に特筆するものとして副業として行われた手すき和紙の生産が盛んで上質の和紙の供給地としても知られた。通り自体はそう長くはないんだけどちょっとタイムスリップしたような風情の景観だよね。この地区にはね、上小野には大本神社、中津原に厳島神社と2つの氏神が祀られているんだよ。
社の高台から眺める街並みもいいね。日本の風景だよな。現代の県境をつなぐ両国橋の中ほどの風景、広島と山口の県を分けて流れる小瀬川の流れ。牧石護岸の上流にあり、増水時に川の水流を和らげる役目があったという。中津原より少し小瀬川の上流にある上古野地区の堤防の上から風景を見てみましょう。旧山陽道側から見る山を貫く現代交通の要、高速道の風景ですね。花の季節ですね。なんだか待ち遠しいですね。桜の頃また来てみたいな。さあ帰るかな。